皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ヨウムだにょん。本日は2024年5月21日に行われた、第37期竜王戦、ロックミランキング戦決勝。藤本渚五段と、山下和樹三段の一戦をお送りするよ。おや？何やら写真に違和感がありますね。それもそのはず、6組とはいえ決勝の舞台に進んだのは、棋士養成機関である奨励会の三段、いわば、プロの卵のような存在ね。ほへー。近年は AI の発達により、若手にも独自研究の機会が増え、伸びしろのある若手こそ強い傾向にあるけれど、それでも、この快進撃は目を見張るものがあるね。昔は学ぶ機会が限られていたけど、今は自分でやっちゃえばいいですからね。いい時代になったものです。そして対峙するのは、現在の最年少棋士、実力もトップクラス、藤本五段。時代を象徴するような対局ですね。しかもこの対局、山下三段が勝つと、特例により三段リーグ次点が与えられ、すでに持っている次点と合わせて2つ、フリークラスとはいえ、プロ入り条件を満たすことになるね。それは大変ですね。ただ、現在15歳とまだまだ若く、三段リーグでも現在3勝1敗、仮に勝ったとして、どのような選択をするか、注目点の多い大一番よ。藤本五段としては、先輩の意地、そしてプロの厳しさを分からせる意味でも、バッチリ勝ってきっちり奨励会を抜けてこいと、現実を突きつけたいところですね。どちらが勝っても面白いね。では、対局の前に軽くプロフィールを確認しましょう。まずは後手の藤本五段。2005年7月18日、香川県高松市出身、井上慶太九段門下の18歳。今期竜王戦6組、順位戦 C 級2組、まだタイトル挑戦はないものの、各棋戦で上位に顔を見せており、近い将来の挑戦も現実的です。王位戦も強血リーグで最後まで残っていたりと、その実力は間違いなし。新時代を担う、トップランナーとして期待できますね。本日は後手、どう展開を作っていくか、受けるのか急戦で攻めるのか、その舵取りに注目ね。それでは続いて、先手の山下三段。2008年6月3日、京都府出身、森信夫七段門下の15歳。戦術の通り、まだプロになっていない奨励会三段で、この対局で勝てば、プロ編入の資格を得て、負けてもすでに竜王戦5組昇級を決めている。史上初の快挙を成し遂げているわ。成長期らしく、顔つきも一気に大人びてきていますね。6人目の中学生棋士とはならなかったけど、10代でのプロ入りは十分凄すぎ、選ぶかどうかは別として、文句なしで突破を決めたいね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カニョン。今回は霊夢が先手、山下三段。ヨウムが後手、藤本五段だにょん。それでは、お願いします。2六歩、さてさて、とうとうここまでたどり着いた。3四歩、どうせなら、プロ入り条件も決めたいところね。7六歩、取らぬタヌキの皮を数えている余裕がありますか？4四歩、ここで、先輩として分からせてあげますよ。4八銀、むむ、後手は角交換拒否の立ち上がりだけど。8四歩、飛車先をついたということは、雁木かな？2五歩、ひとまず、定石通りにことを進めよう。3三角、対雁木には、急戦気味に右銀を繰り出して、3六歩、角頭に襲いかかる手段が有効ね。8五歩、当然、それは承知の上です。7七角、なので、こちらも守りに銀を用意して。3二銀、先手の速攻に備えを作ります。8八銀、角交換に備え、左銀を用意。4三銀、いよいよ、対雁木急戦の形ですね。6八玉、対雁木急戦といえば、8八銀と。3二銀、3筋から攻め上がる、右銀の速度が特徴ね。3七銀、むむむ、やってきましたね。それでは私も。7四歩、負けじと攻めの形を用意します。5八金右、回戦前に金を寄せ、浮き駒をなくす。6二銀、ということで、後手は雁木に決めてきた。私も急戦の用意で進行し、浮き駒をなくしたこの場面。さあ、皆さんお待ちかね、ちょっと早い時間だけど。3五歩、戦いのゴングを鳴らすわよ。7三銀、取り込まずにこちらも反撃の準備。2六銀、早くり銀でなく、棒銀の進行を選ぶわよ。4五歩、ここで角をぶつけ、交換を請求します。7八金、すぐには応じず、自陣の形を整える。7七角なる、ならばとこちらから交換です。同銀。手にした角を即座に打ち込み、6四角、直接飛車を狙いつつ、左右を睨みます。1八飛車。飛車の斜線がどいたところ、3五歩、歩を取り込み、銀をこちらに呼び寄せます。同銀。
3筋から歩を消し、自由に使えるので、3八歩、同飛車では、香車をそのまま取れますね。4八角、角を守りに投入し、この場をしのぐ。5四歩、角の退路を確保しながら間合いを図ります。6六歩、その角頭をめがけ、交代を促す。なんの、7五歩、引く前に一仕事、7筋から歩を消します。同歩、時間外労働で訴えられないかしら？そこは安心、同角、きっちり残業申請はしてありますよ。とはいえこれは、7六歩、角のラインを押し返せる結果だね。5三角。1筋を狙う角が引いたことで、3八飛車、封印されてた飛車が復活よ。むむむ。6四角。無理に角が復活したところで、4六歩、ラインを遮り、こちらの反転攻勢よ。同歩。その歩がもう一歩進めば角同士がぶつかり、3七角、盤上から角が消えてやりやすい。ならば攻めてを、3四歩、銀を押し返し、飛車先の攻めを軽くします。4六銀。先手の攻め味が後退したところに、3三桂、桂跳ねからの速度ある反落の用意。6五歩、出張った角を咎め、後退を促す。5三角。そして今度は銀のケアで、5六歩、頭に歩を打たれぬよう、退路を作る。6四歩、反発に、再び6筋の活用を探る。同歩。ただ、上がるのは今度は角ではなく、同銀、前に利きのある、銀で進出を用意します。7九玉、後手の攻め筋から王様を退避。7三桂、右桂も用意し、攻めの層を厚くします。6六歩、着地点に受けを用意し、攻め手をいなす。5二金、一息ついて間合いを図り、自陣を整備。ふむ、後手からの猛攻は落ち着いたようね。そしたら今度はこちらの番。5五歩、後手玉のいる、5筋角頭をねじ込みに行くわ。4五歩、大将に、銀を咎めて身体を問います。5四歩、構わず進軍、角に当てる。これは当然。同銀、歩を払い、銀進出の足にします。まだまだ。5五歩、豊富な歩を使い、強気に殴り合いに出る。6三銀、ここはいなし、当たりをこちらの銀取りだけにします。5七銀、ただ、良ければ角筋が通り歩を支えられる。4三金右、角形の頭をケアしつつ、厚みを持たせます。5六銀、今度は筋を変え、銀の動きに変化を持たせる。4二玉、威玉を解消し、支えにします。ここで一旦、8八玉、私も自玉の安全度を上げる。さらに調整、8一飛車、角のラインを避けつつ、下段飛車で自陣をカバーです。6七金右、矢倉になり、急に中盤に戻った感じ。3一玉、ただ、陣形差で私がやや難しいですね。4六歩、服の位置を変え、飛車を使いやすくしたいね。同歩。同角。先手が飛車角を本格運用する前に、6五歩、切り口を作り、再び攻略を目指します。3七桂、攻め駒を追加し、力を貯める。むむむ。4四歩、着地点に受けを用意します。これで後手は、6五歩、角の身動きが重くなったね。歩の誘いに、同桂、桂まで合わせて当たりを作る。ここは無難に、6六銀、桂頭銀でしっかり受ける。銀がどいたことで、8六歩、受けの消えた飛車先に仕掛けを入れる。同歩。玉頭を浮かせたところ、さらに歩を継いで、8五歩、間延びを誘ってスペースを作ります。これを手抜いて、6五銀右、銀をぶつけて中央をほぐす。でもこれは、同銀、私の攻め駒補充にもなりそうですね。むむ。同銀、部分的に桂馬を損した局面ではありますが、8六歩、玉頭にのしかかる、歩の重しが大きいです。8二歩、叩いて飛車を角のラインに誘導する。甘い。8七銀、飛車取りより王手の方が優先ですよ。ぐぬぬ。同金。さらに取り込み、王手を継続。同歩なる。同玉。この状態にして飛車の頭を取れば、8二飛車、王手が継続し、角道を通す余裕がありません。7八玉。ぐぬぬ。さあ、ここからはこちらのターンです。守りの解体を意識して、6六歩、叩いて先手玉の孤立を図ります。同金。さらに今度は王様自身を叩いてしまい、7七歩、同玉には桂馬を背けます。逆説的に、同桂、ここは桂馬で取るしかないわけね。まだまだ。8七金、飛車先に金をねじ込み押し返し、6七玉、避けたところに、先手玉の誘導を兼ねて、7七金、金桂交換で飛車の進路を作ります。同玉。すると今度は待望の、8
中飛車なる、裏手に龍ができ、一気に寄せが見えてきます。79桂、角のラインに粘りの駒を設置する。86角、ここでようやく、角が躍動します。67玉。5九角なる。角の利きを維持しつつ、飛車の背後を守る。5八銀。背後を取ったら今度は上から。6四歩、包囲を進めて圧を増しましょう。5四銀、こうなったら差し違えて駒を得る。同銀。同歩。同金。交換した銀を自陣に入れて、粘りの姿勢よ。6八銀。とはいえ、私も同様手駒があるので。6五歩、攻めを継続し、削り切ってしまいましょう。5九銀。6六歩。5七玉。この瞬間、厄介だった角のラインが外れ。7九竜、迫りながら銀に当たる、竜の進撃です。4三歩、嫌味に歩を垂れ、あやをつける。ですがこの瞬間、7七竜、王手が全てに優先します。4八玉。避けたところに都合よく。3六桂、なんと桂頭に打ち込む隙があるんですね。4九玉。これで後手周辺に強烈な重しができました。2七銀、あとはじっくり、包囲を狭めていきましょう。8三角、根性の粘り、飛車に紐をつける。つまりは、2六桂、3八地点を落とせば私の勝ちですね。3九歩。3八桂なる。同歩。歩が邪魔をして、角のラインが途切れるので。3九金。送りの手筋で、先手玉を引き寄せます。最後の最後まで、なんとか粘ったけれど。同玉、2八銀なる2、4九玉、3九飛車がぴったりの詰み、もう粘りようもないみたい。やはりそこまでプロの世界は甘くはないか。しっかり奨励会を勝ち、今度は棋士としてこの舞台に立つわ。今は、ここまで来れたことを誇りに思う。負けましたー。ありがとうございました。ふえん、途中までこちらのペースだったんだけどな。藤本五段が、プロの厳しさを見せつけた一局になりましたね。先輩の意地、というよりも、緩急のつけ方、悪い時のしのぎ方に、反撃の用意、綾のつけ方など、とても10代に思えないような、老快なテクニックてんこ盛り、とても面白い、逆転の将棋でした。特に、80手を前にして、中盤の入り口のような場面になったところでは、バッチリ銀矢倉に各銀系が連携する先手に対し、後手は駒が上ずりアンバランス、明確に陣形差が出ている局面でしたが、6号桂跳ねから始まる、後手の逆襲、8筋の綾に対し、先手の応手がやや甘く、85手目の6号銀右が敗却し、玉頭の拠点に銀をねじ込まれてからは、圧倒的後手ペースで、ガジガジ削られ、攻め切られてしまいましたね。先手としては、8二歩の叩きに、後手同飛車、先手5四歩が強烈で、後手8七銀のねじ込みには、7九玉で間に合う、という目論みだったのでしょうが、叩きを手抜いて銀打ちを優先することで、歩を取る手が王手につながり、5四歩を挟む暇がなくなってしまいました。もうちょっと丁寧にするべきだったね。この結果を受け、藤本五段は6組優勝、竜王戦本戦進出を決めました。山下三段も、準優勝の結果を受け、来期5組からの参加資格を得ましたね。まあ、次戦2回のフリークラス編入より、三段リーグを勝ち抜いてこいっていう、運命のいたずらなのかな？他の三段リーグ参加者の悲鳴が聞こえますが、ぜひ、近い将来プロ入りしてほしいですね。さあ、それではこの辺りでお開きにしましょう。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするにょん。さあ、それでは皆さん、バイバイキン。